今この瞬間からゴールまで世界の主役はこの12人で間違いない。さあ一番人気の紹介です。ここまで無敗、秋の三冠馬娘北サンブラック。2番人気を紹介しましょう。ここまで無敗、グランプリ馬娘サイレンス鈴鹿。注目のここまで無敗グランプリ馬娘オグリキャップ、5枠5番での出走。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。サイレンス鈴鹿とダイワスカーレット、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気北サンブラック、サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿、このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は北サンブラック、ガイアスカーレット外から行く。2馬身3馬身開いて8番オグリーキャップ、5番手さらには10番、その後から7番、その後ろに成田大志、1馬身差11番、1馬身離れてウォッカ、後方2番手に3番、最後方2番、意気揚々と先頭へ行きます。サイレンス鈴鹿どうでしょうこの展開。当たってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、向こう方面に入って先頭から進塁までおよそ20馬身、前から大きく開きました。隊列は縦長になっています。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。順位を振り返っていきます。現在1番手はサイレンス鈴鹿、続いてダイワスターレット、一番のきらめきを。2馬身離れて北サンブラック、5馬身差8番、その後からオグリーキャップ、さらには10番、1馬身離れて成田大志、内を回って7番、残り 1000m 通過。その後3、4馬身開いて11番、あとはウォッカ、さらに2番、3番、最高峰だダイヤスターレット。それ決めるぜ。彼女の着室には合っていますね。大受け焼きを超え4コーナーへ、勝負は最後の直線に持ち越された。じりじり詰める北サンブラック、オグリキャップ前を狙っていると。さあ誰が最初に仕掛けるのか。最後のコーナー最初に立ち上がったのはダイワスカーレット。ダイワスカーレット突き放す、残り200、足場を加える。ダイワスカーレットリードは1馬身、リードを開いていく。ダイワスカーレット、ダイワスカーレット逃げる、リードを取るか。追いつかれる北サンブラック、ダイワスターレット、ダイワスターレット、今1着でゴール。英雄揃い踏みのレースを制したのはダイワスターレット。ファンも大歓声で祝福しています。2着北サンブラック、3着は成田大進。私の願いはいつだって1番。最高のレースを期待している皆さん、ご安心ください。この12人の英雄が競い合って白熱しないわけがありません。1番人気はもちろんこの子、ここまで無敗2冠馬娘ダイワスカーレット。続く2番人気はここまで無敗秋の三冠馬娘北サンブラック、ここまで無敗グランプリ馬娘3番オグリキャップ。3番人気です。注目株の馬娘だ。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。さあ花に立ったのはダイワスカーレット、このままリードすることができるか。2番手の位置で先行を伺うのは北サンブラック、3馬身差3番オグリーキャップ。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、ダイワスカーレット快調に飛ばしていきます。前から大きく開きました。縦長の展開だ。各自自分のペースを保っているようですね。ダイワスカーレット先頭に立つのか。続きました北サンブラック、その後3番オグリーキャップ、7番オグリーキャップ、4番手2馬身3馬身開いて12番、それを見るように4番2馬身差東海帝王、4馬身離れて1番、少し離れて5番、そしてその内から行ったのはウォッカ。向こう表面に入って先頭から進塁までおよそ17馬身、順位を振り返っていきます。現在1番手は北サンブラック、ダイワスカーレット続いている。そしてその内を回って3番オグリーキャップ、1馬身離れて7番オグリーキャップ、4馬身離れて4番。1番のきらめきを。この外
を内で1番、1馬身離れて5番、ウォッカ並んでくる後方2番手に6番、8番、現在しんがりだ。残り 1000m 通過、勢いを落と先頭行きます。北さんブラック、どうでしょうこの展開。ちょっとバカリ気味かもしれないです。それ決めるぜ。大欅を越え4コーナーへ、先頭は見合ったまま。このまま直線での争いになるのか。3番奥にキャップ、前を狙っているぞ。まだ久しぶりの差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあ先頭の流れは北さんブラックで、最初のコーナーを回って最初に立ち上がったのはダイワスカーレット。栄光を見せてリードを開いているのがダイワスカーレット。ダイワスカーレット逃げる北さんブラック、食らいついてゆく右コースブラック。ダイワスカーレットは突き放し足を衰える。ダイワスカーレットリードを逃がして1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮しレースを制した。第2レース、1着はダイワスカーレット。見事な走りでチームを牽引しました。2着には北さんブラック、3着3番オグリキャップ。私の願いはいつだって